ミルティン・ミランコビッチはセルビアの地球物理学者である。ミランコビッチサイクルと呼ばれる地球の公転軌道の離心率と自転軸の傾きと自転軸の再差運動により周期的に気候が変動することを研究したことで知られる。オーストリア・ハンガリー帝国のオシエクの近郊のデリーに生まれた。ウィーン工科大学で土木工学を学び、ウィーンのアドルフ・バロン・ピトル・ベトンバウ・アンターリーモンの工場で働き、多くの建物の建築に携わったが、1909年にベオグラード大学の応用数学の教授の職に就いた。1912年の初め、惑星の気候と温度に対する太陽の寄与に興味を持ち、研究の成果は1920年に太陽の放射による熱現象の数学理論として発表された。この結果は科学の世界で評判になったが、1924年にウラジミール・ペーター・ケッペンとアルフレート・ベーゲナーが地質学的過去の気候を発表して、ミランコビッチの理論を支持するまで必ずしも受け入れられなかった。気候学ハンドブックの執筆に加わり、1930年には気候の数理科学と気候変動に対する天文理論を発表した。19世紀にジェームズ・クロールによって仮定された理論を元に地球の自転軸の再差運動の理論を改良し、表記の周期の理論を確立した。セルビアで発行されている2000ディナール紙幣に肖像が使用されている。ありがとうございます。